新年早々事故かこれ。What? 雪なんだ、めっちゃ事故ってる。これが救急車の原因ではない。おーっと、フロント追突事故だね。いやはやいやはや、新年早々追突事故ですよ。しかもこんな橋の上で。いやー、ご愁傷様でございます。さっきの事故現場を過ぎてかなり渋滞してるんだけど、なんだろうねこれって思ってちょっと回してみた。なんだ、どうした、進まねえんだよな。救急車がこの先で止まってんのか。だとしてもここまで進まないのはどうかしてるよな。全然進まねえんだよな。道の先の方を見る分には混雑してる様子は一切ないんだけど、どうしたんだろう。向かい対向車線から緊急車両がやってきてるね。ん？橋の出口で何か車が止まっとるけど、これは警官がいて車を止めてるね。あ、ここでも事故だ。うわ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 、ここでも事故か。トラックが事故ってますな。右側トラックが右車線でこう事故ってて、片側交互通行を橋の、ちょっと待って、このじゃあこの霞ヶ浦大橋の両方の端っこでそれぞれ事故が、別の事故が起こってるってこと？うわー、何やってんだよ。すごいな、そんなに急ぐかい。1月1日だぜ、元日に何をそんなに焦ってんのかね。これは単独事故か。このトラック左側、トラック左側のボディがめっちゃへこんでるね。ライトが完全に、単独じゃない、単独じゃないっぽいです。フロントのエアバッグも出ちゃって、これは橋の両側で事故が起こってました。うわー、ご愁傷様です。